次のクリスマスの作品は何でしょう。アイス系のこういうスワッグを作ります。このビーズガーランドを使って作りたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。これをベースにオーナメントとかものをつけていきます。じゃあまずこれにこれをつけるところから始めます。これはこういう作りなので上にこれをちょっと動かすことができるのでちょっと動かしてこれを1本ずつ切ってください。何のために動かしたんですか。邪魔だから。あまり下すぎると切りにくい。切りにくいかな。これをこの枝と枝の間に差し込んで入れてボリュームをアップします。こういうこの1個下にこう入れて、ここにこうつけて、でちょっと長すぎるなと思ったらこれを下げて短くしておこう。使います。じゃあこれを止めていきましょう。なんかすごいこれ大きく見えるけど一個一個で見るとそんなにでっかくないですね、うん、ボリュームを出すんです、ね、そうそうそう。えちょっとこれ出したんです。分かんなくなっちゃった。まずこれからちょっとつけて2箇所ずつ止めていきます。2箇所ずつ。だいぶスピードも速くなってきてる、ね、そう、力加減は未だによくわからないですね。これ26だからそんなに強く引っ張ると切れちゃう。はいはいはい、次、はい、できれば、うん、横にこう行くようにつけたい。こことここ、うん、その枝につけて横に広げたい。はい、これも横に広げろって感じですか。はい、え、はい、でこれがついたので、はい、次はこのポインセチアをこの2つ、うん、ちょっと斜めにつける、はい、でこれ上向くようにこれちょっとかくってかくってかくってします。これはどこにつけるの。メインのやつ。メインのところにつけないと。メインのところにつけて、でこれをこうちょっと曲げる感じで斜めに。これ白いですね。これはこれポインセチアではない。おしゃれの、うん、あ、おしゃれセチア、うん、色をこう配色してみました。素敵ですね。はい、できました。そんな無駄話をしてもう一箇所できてない。
こもう一箇所止めてもらって、あそこも大丈夫ですかこれ力いっぱい引っ張ってるせいで抜けてくるんですけど、引っ張ったら取れちゃいます。力の加減がねちょっと難しいんですよね、いろいろと。はい、はい、抜けるけどまたスポット入る。はい、はい、次はで、これ紐がついてるので、ヒトデとクリオネ、星と天使、星と天使クリオネ海の天使ですよ。これはこれつけるときにワイヤーの方が都合がいいので、この紐を取ってで、これをこう、どうつけるんですか、糸が通ってた穴にこれをで、ネジネジって2回ぐらい。なんでワイヤーの方がいいんですか、目立たないし、これ色バラバラだし、これ全部ついてたじゃん。ああ、そういうことか。これここに、まあ、2個バランスがいいのね。そうだね、星の方が上だよね。うん、大きいから、ね、星の方が遠くに、え大きいから、うん、そうだね。天使は目立つところにつけてあげると、目立つっていうところの辺になりますよ。そこはリボンの上に、あそこ枝の一つにつけるって感じ、うん、そうです。どうやってつけてるの、これ、あの後ろ側で縛って畳んでます。こう、こういうこと、そう、うん、クリスマス近くになったらお部屋に飾ってください。誰に言ってるんですか、クマさんに言ってますけど私に言ってるんですかちょっとパーティー気分が紐のところを、あ、これ取って、下はこうやってあの下げるのでワイヤーはいらない。で、こういう風についてる、こうなって、こうなんかほらすごいなんか粘着みたいなカク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 して、そうそう、カクカクするようにあえて組み立てたんですね。これ、このカクカクがちょっと星座みたいになって可愛い、すごいですね感覚が。で、粘着とか言ってすいませんこうなるように、うん、こことここの、ここの真ん中のこことこことをワイヤーで、ああ、それだけでカクカク、勝手に感覚する。これ何座？何座でもいいです、北斗七星みたいな。なんで、なんでこれ頭の中が北斗の剣になったから、いいじゃん、北斗の剣。ついにね、なんですよ、はい、でリボン、今回は裏表があるの、うん、裏表あるのはあんまり好きじゃない、好きでもチャレンジします、はい、なんですか、ここフローラテープで巻いてもらっていいですか。あ、はい、見栄えの問題ですか、これは。うん、別にあのいいんだけど、より綺麗。ああ、もうダメだ、これ本当にあんまり出てこないから、この道具。
はい、はい、で、このリボンを作るんですけど、まずやってみましょうか。こうするためにはどうしたらいいかっていうことを教えていただけますか。こうなるためにはどうしたらいいか。こうなるためには最初の一つ縛りなしでリボンを結ぶやり方なんですけど、こうまず片方の耳と足を作って、でここを半分に折りつつ、この真ん中を通すと、そうね、すでに目が死んで、でこう開けつつ通すと、これをキュッとやると、でこうなるってはずなんですけど、どういう表情、ちょっと難しいから頑張ってチャレンジしてみてください。まず片方の、でこう、うん、こう持つの、うん、そうやって持って、でこれを半分に折りつつ、この真ん中のここをこう置きます、はねはね、でこれをここから広げつつ、ここに通す。痛い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 。親指外していいよ。親指外していいよ。手どうなってますか？ここに。俺の指何のために存在してるのこれ。で、もう一回もう一回。私も、ね、ゆっくりゆっくり。こうやって、で、これを半分にここから急に折りたたんで、唐突にね、真ん中にセンターに持ってくるの太すぎると綺麗じゃないから、うん、これを持ってきて、でこれを広げつつ、今度はこう入れてみると、そうしたらできてるじゃん。同じぐらいの大きさにするのかな。うん。なんかキュッてならないけど。キュッてなるように徐々に引っ張る。これを？どこを引っ張ればキュッてなるの？こうやってやると耳が長すぎていくから、こうやってこうピッピッとこれを引っ張れば耳が小さくなるから、これを繰り返す。ファイヤー入ってるから私もすぐ綺麗になる。はい。で、ここをこう三角に切ると、こう折ってこう、あ、両方同じの長さぐらい。そうです。これぐらい。できた。できました、リボン。で、ここに、ここに留めるためにこのちょっとワイヤーを通して、ここにこう留めます。
なんか曲がっちゃったな。すぐでもワイヤー入ってる。これ多分この房より後ろにしてあるやつ。こんな感じですか。それで一回壁にかけて目押ししたら、はい、いいんじゃないですか。キラキラです。あ、できました。これ多分完成。白バッグだから分かりにくいけど、黒いバッグだともっと綺麗、うん、これもここに赤がちょんちょんって入ってるのが今ポイントになってて、はい、できました。完成です。完成です。なんか私が作った方がすごい大きくなっちゃいましたね。なんリボンの迫力が半端ない。広がり具合がデスマスクです。でもこの感じがぴったりで、かわいい。萩田のデスマスクかわいい。やっぱこれがいいですね、このヌンチャクが。これヌンチャクじゃないです。でいろんな使い方ができるので、例えば釣りに巻いたり、こうやって、あ、ネックレスみたいにして、うん、かわいいですね。かわいい。こうやってやってちっちゃい花とかされる。お値段もそんなに高くなかったですよね。これは、800円。あ、ぜひ使ってください。はい、じゃあ2作品目終了です。次はクリスマス、ミニクリスマスツリーなので頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。